ユストス・フォンド・ホナーには、ドイツの俳優、脚本家、映画監督。生は、ドナーニーやドフ・ホナーにとも表記される。リューベック生まれ。父は、世界的に著名な指揮者のクリストフ・フォンド・ホナーにソ曽祖父エルンストは、ハンガリーのピアニスト、作曲家、祖父ハンスは、法律家で、ハンナチの当時、オジクラウスは、ドイツ社会民主党の政治家で、ハンブルク市長を務めた。 ハンブルク音楽、表現芸術高等学院で演劇を学ぶ。卒業後はフランクフルト私立劇場やハンブルクのタリア劇場の舞台に立つ。1993年からドイツのテレビに出演し始める。映画初出演は1999年の聖なる嘘つきその名はジェイコブ。その後もドイツのテレビドラマ、映画に数多く出演する。2001年には SS S の脇役でドイツ映画賞最優秀助演賞を受賞した。2004年には第二次世界大戦をテーマとした2つの映画、ヒトラー最後の12日間とナッポラエリートフュアデンフーラーに出演した。2006年には映画ビスツームエディノ・ボーガンで監督、脚本、プロデュース、出演を務めた。ありがとうございます。